こちら流どうも原流です。前回ねアリーナとクリフトが仲間に加わったので、まあアリーナかな、アリーナを使っていきたいと思います。クリフトはいいや聖剣好き X を長押しするととても強力になります。貯めてできるんだね。ヒット数を稼げて爆裂剣はね、なるほど。まあクリフトは多分こうサポート系だからね。 OK、どこで編成とかできるんだろうね。メニューかな。強さ違う。戦歴どこだろう、わかんない。ああもう設定じゃない、マニュアルじゃない。まあどっかでできるんだろうね。オッケー。なんかねここはねジュリエットさんが開発したというか、あれ船なんだって。ここは多分拠点になるのかな、多分こんな感じだと思うよ。なんかさあ、メニュー、なんかどこでできるんだろうね。あ、連れて行き方がちょっといまいちよくわかんないけど、持ち物、戦歴違う、作戦、どこでやるんだろうねこれ。あ、仲間って書いてあった。違う、ようわからんなこれ。多分どっかでやるんだろうね。なんか編成するお店みたいのがあるのかな、あっちは。あ、親衛隊長さん、はいはい、え、難易度を下げちゃうの。へえ、ありがとう。なるべく使わないようにやりたいねこれ。よし、はい、はい、なんだこのドラケー5の主人公みたいなやつは。酒場、あ、パーティーを編成するときのあの酒場でできると。なるほど、はい、オッケー。説明聞けばよかったね。どこに乗ってる、こっちか。よし、アリーナを入れたい。チャララチャッチャーツツツ、立夏の宿やな、ないかい。チャッチャーチャッチャー、ルイダやん、ルイダの酒場だった。チャラチャッチャッチャー、何をお望みですか。チャラチャッチャッチャーツツツツツ、チャラチャッチャー、ジュレッタいらねえや。よし、私の出番ね。と、俺、アクトくん、ポールダンスおじさん、アリーナ。よし、これでいこう。チャカ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 チャ。ああ、なんか あれか、アクセサリーみたいなやつか。ありがとうね。いらいら、ここだ。おお、よく来たな。うん、魔除けのコテ、これを装備させてあげたいの。ちょっと他にあるかな、装備できるの。あー、アリーナやっぱ盾装備できないか。オッケー、装備オッケー。で、いらなくなったのを売ろうか。装備してないやつね、売りに来た。あ、間違えた。あ、売りに来た装備品。あ、嘘ついた。これだね。鉄のグロ、さっき装備してたの売って、まあいいや、あとまた来てくれよな。また来てくれよな。いや、来てあげるよ。さてと、よし、あ、行けなかったクエスト。戦いたい。せっかくアリーナ強くしたからこれかな。アクトくん、もう花粉がすごいね。すごい鼻すすっちゃう。今もう花粉の季節なんだわ、マジ。まったく。ああ、分かったわ。うん、何が OK なのかちょっと分かんない。なんかさ、変な、ここで、こっから行くって言ってたよね、クエスト、多分。ワールドマップ。
はい。施設を見て回るのかーい。あれか、びっくりマークとかストーリーのやつを話しかけるのか。オッケー、お届け物なのね。ここお手紙が届いていますよ。お荷物もあるみたいですよ。小さな戦士の地図。ダララララ、やったね。熱烈なファンよりずっと好きです。どういうことだよ。はいはい。それではまた。ああ、オッケー。なあ、昇級失ってんね。仲良かったのに。ああ、じゃあアリーナを使っていきたい。さあアリーナ、おびっくりマークのやつは離さないとダメなの。お、小さなメダル、メダルをしょぼ。よくぞ来た、よくぞ来た。馬のはずがいらんすぎる、バカ野郎か。錬金と、てん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 、また来るがよい。もういけるよね多分。いけた、よし次のとこ行くぞ。やば、火山なんか紫の出てんじゃん、気持ち悪いね。よしラバトールに行こう。よ、ラバトールに出発じゃ。バトルを開始するぞ。よし、アリーナいっぱい使うぜ。すごい砂漠だね。どんなのが出てくるのかな、砂漠だから。サントマンとか、サントマンだっけ、忘れちゃったけど。よし、ラバトール。てつく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 。はいはい。街の中に入れるわけにはいかん。なるほど。城の門を守り抜け。オッケーでーす。アリーナ、よし。聖剣、あ、だめだめ。聖剣。動きにくそうだね。僕なんともないのに。そっか。よいしょ、聖剣好き、やば、100やん、みんな、やば、めっちゃ強いじゃん、アリーナ。そっち、人だけじゃなく魔物も。そっか、動きづらいのは魔物も同じってことね。うわ、強いでしょ、これ。2人ともいい読みじゃな。アリーナ、やば。みんな、リュウサの動きに注意して戦うんだぞ。プレス剣が使えると。はいはい。うざいな、リュウさん。ほい。ほい。ほい。ここで、爆裂剣。ほい。爆裂剣はためらんない。よし、ちょっと、聖剣好きで。倒す。よいしょー。分身した。お、分身したぞ。なんで分身したんだかよくわかんないけど、聖剣好きをかましたい。どこ向いてんの。リャッ、50、うりゃ、お、82、でかっ、強すぎでしょ。おらい、アリーナ強い、拳でって感じだね。オッケー、拳で。上を普通に歩ける靴がある。作戦の幅が広がるんだから。確かに。二段ジャンプできない。そんな発明品があったら便利ね。時間ができたら考えてみようかしら。あっちのやつを倒すぞ。なんかスキル振り分けしとけばよかったな、アリーナ。さすがは研究所の所長さんね。ついるじゃん、ベビーサタ。なるほどな。浮遊する魔物は流砂の影響を受けないで素早く進んでくるのか。私も高く浮遊できる。笑い袋。いや、やっぱり高いところはちょっと。おら、魔法の先生あった。はい、強いね。はいはいはい、おお、すげえ、爆裂客みたいのした。爆裂客かな、これ。
わかんないけど。攻撃されているわ。強いですね。これ以上魔物を待ちに出ないと。こっちのもん攻撃受けてるってやべやべやべ。そろそろ町の外の魔物も打ち止めか。町行こうぜ。最後まで気を抜かずに戦い抜くのじゃ。やばいやばいやばい、ゴーレム見る、ゴーレム見る、やばいやばい。全然気にしてなかった、やばいやばい。やばいやばいやばい。おら、お、ビビってた。やばくない？めっちゃやばいんだけど。あーばアリーナ死んだ。最悪。やばいやばいやばい、死んじゃう死んじゃう。わかったわ。ダイヤモンドダスト。やばいやばいやばい。フリーザーラッシュ。やばい。あー死んだー死んだー。これ守んなきゃいけなかったんじゃん。やば、やっちまってんな。はいはい。やり直すよ、やり直す。くそ、守んなきゃいけないんだな。よし、じゃあ門を見つつ進めばいいのかな。とりあえず自分を使おうか。あ、一番こっちが近いからこっちを先にやった方がいいのかな。僕なんともないのに。そっか、君は浮いてるから龍舎の上でも平気なのね。読めたぞ。みんなよく聞いてくれ。やはりやばい、龍舎ギラしてきた。人だけでなく魔物も。あ、そっか、動きづらいのは魔物も同じってことね。よいしょ、はい、サクサク倒してね。みんな龍舎の動きに注意して戦うのだぞ。はいはい、次行くよ。めっちゃ龍舎の普通に歩ける靴があれば作戦の幅が広がるんだから。はい、ダイヤモンドダスト。そんな発明品があったら便利ね、はい、時間ができたら考えてみようかしら。よいしょ。本当にできるかもしれないの？あっちの行こう。すごーい、さすがは研究所の所長さんね。なるほどな。ダメだ。浮遊する魔物は龍舎の影響を受けない分素早く進んでくる。リダラッシュ。私も高く浮遊できれば。はい、いや、やっぱり高い。リダラッシュ。オッケー。まだアリーナが使いこなしてなかったね、さっき。ダメだわ。でんでんでてんてん。そろそろ町の外の魔物も打ち止めか。最後までだいぶ自分はさ、あれだよね、戦いに慣れてきたよ、自分のあれは。いけいけいけ。ここが勝負どころじゃ。あいつも倒せば終わりでしょ。だってほら、笑い袋。わかったわかった、使ってあげるよ。よいしょ、オッケー、倒す。はい、倒す。いいね。片付いたと。片付いたと。町の門が攻撃されているわ。やばい、町の門が攻撃されてるわ。絶対に守り抜かないと。やばいやばい、めっちゃ攻撃きてる。やばい、またやばい、やってるわ。ダイヤモンドダスト。よし、
行くわよ。もうギガスラッシュやっちゃおうか。ギガスラッシュ、ここで決めるわ。ギガスラッシュ、はい。あぶねー、あ、ゴーレム死なないのか。ここはアリーナで行こう。あ、オッケー、倒した。アリーナ無事、あ、ゴーレムがメダルになったけど、え、ゴーレム拾えないんだけど、ゴーレム、ゴーレム拾わしてよ。あー、ゴーレム、まあいっか、もう終わり、もう終わり、一回死んだけどな。いや、難しくなってきたね、ギガンテス倒したあたりから。よし、え、でもさ、これアリーナちゃんとスキル振り分けとかしてやったらめっちゃ強いと思うよ、これ。よし、これアリーナのスキル振り分けだけやっちゃおうか。オッケー、はい、パタン、はい、戻ったよ、船に。いいよ、次行って、はいはい、オッケー、よし、スキル振り分け。あー、めっちゃ溜まってんね。どうしようか。あ、分身作れるようにしたら多分強いでしょ。分身作るようにして、飛翔拳、飛翔拳はいっか、復活、効果時間は長くしたいね。長くできないのか、不足してんね。ちょっと攻撃力上げよう。パラメーター上げたらだいぶいいでしょ。力が5増える。あー、ダメか。鳥いっか、飛翔拳覚えちゃおうか。じゃあ、オッケー、いいね。もう攻撃特化って感じだね。飛翔拳かい、飛翔拳神みたいになるのかな、わかんないけど。で、俺が雷電にしよう。オッケー、え、ギガでいいんだよね、次。せやな、うん、せやな。ちょっとポルダン掃除さんもこの技を覚えて、あといっか。オッケー、じゃあとりあえずね、次回はなんだっけ、アリーナの、まあ、強化した攻撃力と新しい飛翔拳使いたいと思います。これでパート5は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、またね。